こんにちはです。今回もバザー実況やってきましょう。今回ですね、新しく交換所に来た8月の交換所ですね、メタルアルララ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 ラやっていこうかと思います。さあ使っていこうか。もうなんだって、メタルアル列車めっちゃ言いにきい。アル列車ってめっちゃ言いにきいね。でこいつ見てください、覚醒を。 L 字どんだけあんねん。これ L 字プラスなんで、これ5個で L 字プラスで、ここにさえ武器つけたんで L 字がもう12-12-4ですよ。もうえぐいね。一回ボイス聞こうか。もういらねえよ、ボイス廃止しろ。で、こいつのスキルですね。ゾディアックサインピスケス。ピスケスが可愛らしいね。最初は変身スキルですね。自分が2ターン変身とか水ドロップ強化。で、その後にセーブスターアルレシャ。5ターンと言ってまして、ドロップのロック解除し、回復を水に変化。2ターンの間、最大 HP と全員の攻撃が 1.5 倍と。まあ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 、回復じゃなかったらなお良しだったんだけど。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、なんか火とかをね、水に変えてくれたら一番良かったんですけど、ここがね、ちょっと残念ポイント。で、今回この回復を消しちゃうんで、回復をね、消さなくても関係ないパーティーで行こうということで、このロイヤルノーチラスのパーティーに無理やりつぎ込んできました。継承がこんな感じですね。いや、やっていこうか。いや、これ適当に L 字つけてるだけなんで、ここはあんま関係ないと。OK、さあやっていこうか。行こうね。いや、もうね、これガチ大変だった。こいつ交換すんのマジでさ。なんかこいつの交換するための素材集めのところが、今日8月1、1日から、始まってたんですよ。で、水と光のなんたらかんたらみたいなやつで、で、7階層まであるんですけど、そのラスボス、ボスが落とすんですよね。その、なんかボスをゲットしなきゃいけない。水と光のやつ2体出てくるんだけど、それの水の方を落とさなきゃいけないの。だから、7階層のボスまで進んで、そこでようやく2分の1を求められるみたいな、もうクソ、最悪。で、やったんですよ。やったら、あのですね、マジで水の方落ちなくて、あのね、光の方ばっかり落ちて、もう最悪。もうマジ最悪。もうね、どれぐらい落ちなかったかというとですね、なんだっけ、光の方が、まあ先にとりあえず当たり前のように集まったんですけど、で、なおかつよ、なおかつ、あ、これ一回軽くご覧ください。これあの闇、これね、42億までいかないんですよ。まあね、2個多分入れないと乾燥しなくて。で、そのなおかつ何が、これもう大事件かというとですね、こうもうね、もうびっくり、こうもう光がなんかもう25体ぐらい集まった、多分知らんけど。なんか25体ぐらい集まってようやく水が10体揃うみたいな。もう光ばっかり落ちて、もうスタミナ返せよみたいな。もうそんな感じでしたね。なんで、あれができてない、あの8月のクエストダンジョンできねえんだけども、やりたかったのにせっかく。オッケー、こんなんで。さあ、いいね。これめっちゃめちゃいい。この適当に L 字ぶっつけただけなんだけど、まあ、ここもそこそこ火力枠になってくれて、みたいな。そんな感じですね。オッケー。さあ、これでぶっ倒して。あれ、火が、もう復活してきた。あれ、これ倒せないんだっけ、ここって。まあ、いいや、もう一回やってみて。なんかさっきあのテストプレイやった時ここ倒せたんですけど、まあ、わかんないけど、まあ、やってみようか。ここで、木は適当消しでいっか、じゃあ。はい、こんなんで。さあ！で、もう一個困ったの。あれだけやったんですよ。8月のクエストダンジョンの、なんで倒せないんだこれ。あれ、なんで倒せないんだこれ。いつも倒せるんですけど、なんか今回倒せない。まあじゃあグラエルブ使うか。グラエルブ使って、オッケーで、これ使って、あれなんだっけ。あ、そう、8月のクエストダンジョンやって、あのレベル1だったら、あのアル列車だっけ、アル列車かギルガメッシュ、どっちか当たるかガチャみたいな。で、僕ギルガメッシュ1体も持ってないので、アルレシャは1体持てたのね。だからこいつ別に2体もいらねえから、ギルガメッシュ欲しかったの。今回ギルガメッシュのドラゴンの武器がめちゃめちゃ強いので、引いたらアルレシャ出た。クソがーくっそがー、もう最悪。もうこれ欲しかった、めちゃめちゃ、ギルガメッシュ。これゴッドベストが引かないと当たんねえじゃん、じゃあ。これどうします、みんな、これ。本当に困ったくん。どうしよっかな。で、ここは、まあ、軽く消すみたいな感じで。こんなんでいいでしょう。オッケー、さあいいよ。あとなんか他にも言おうと思った。あ、そう、なんか、あれらしいですよ。今日なんかめちゃめちゃゲリラ豪雨ってなんかツイッターのトレンド入ってたんですけど、今日ゲリラ豪雨なんですか？いや、めっちゃゲリラ豪雨って、あ、ここなんだね、使うところ。オッケーオッケーオッケー。なんかゲリラ豪雨らしいですよ。へーとか思って、ゲリラ豪雨なんだ、みたいな。で、しかもゲリラ豪雨、言いにくい。ゲリラ豪雨がトレンド1位で、で、トレンド2位が土砂崩れ、土砂降りかなんかで、で、その次が、あの、雷雨だっけ、雷か、雷みたいな感じだった。だからめっちゃめちゃ多分雨降ってるんだろうね。いや、そんな降ってんのかな。
いや、わかんないけど、まあ、僕が見てないだけっていうあれなんですけど、まあ、もしかしたら今ね、僕の外でもめちゃめちゃ土砂降りみたいな感じなのかな、わかんないですけど、オッケーさ、ここまでやってきて、あー、ここね、誰と入れ替わるかすげえ大事。グラーエルブありがとうございます。マジ、グラーエルブがこの中で一番いいからね、入れ替わるの、マジ最高。で、ここをロイヤルノーチラ使って、あ、カリドラも使うか、カリドラ使って、オッケー。で、まあ、こんなんでいいでしょう。さあ、倒せるでしょう。このアルレシャのこの本気を見せてあげたいんだけど、この水のエルジを2個入れれるタイミングは、まあさっき全然組めたんだけど、まあちょっとルーレットと指が奪われてるってことで、なんか後々ね、いい感じになった時にいい感じにさせていただこうかなと思いますよ。で、そう、これね、これ何なのこれ、操魚機、これ何なの、クジラなのかな。でもクジラって言われてもなんかクジラ感、まあ、クジラっちゃクジラだけどみたいな、なんかそんな感じで、なんかあんまりしっくりは来なくない、なんかあれみたい、なんか酒場バスピスみたいな、なんかそんなやついるじゃないですか、あいつみたいな見た目してるよね。なんかさ、僕前もそうだったんだけど、この魚系統のね、このポケモン、いやマジ困る。あのさ、めっちゃサムネ作りにくい、こいつ横長でさ、顔が左になるじゃないですか、これガッツ作りにくいんだよね、サムネ。マジでこれ今回もサムネ頑張って作ったんだけど、なんかバランス悪いよね、マジバランス悪くないのよ、この横長系のやつ。いやだからね、ちょっと横長じゃなくてね、なんかね、立ってて欲しかったね、こいつで。ここ使って、あ、指返ってきたのかな、もしかして。あ、返ってきてないです。消せなかった闇。まあ一回退化しようか。で、ここで指とあれルーレットが終わって、楽勝だね。で、これ使って、OK、からのこれ使って、OK、いいよ。で、ここで突破します。OK、これ L 字を2個入れちゃおうね。うわー、これむずいけど、まあいいや、こんなんでいいでしょう。OK、よし、これで突破させていただいて、あ、そう、で、こいつクジラかどうか忘れたんだけどさ、そう、クジラといえばさ、あれ、いや、今の子はないのかな、なんか僕がさ、あの、小学生の時、あの、給食でなんか、クジラの竜田揚げみたいなやつ出てたんだけど、今もあんのあれって。いや、今もあれあんのかな、なんかわかんないけど、クジラの竜田揚げみたいなのあったよ。なんか、唐揚げ、なんか、なんでクジラ食わされてるんだろうみたいな。そんな感じのあれあったよね。いや、あれ多分みんなもあるよね。多分今もあ、いや、ないのかな、なんか今、クジラ、食うの犯罪とかになってたりするのかな。いや、わかんないけど、全然適当なこと言ってるけど。いや、なんかね、なんかあんまり食べてなさそうじゃない今の人って。なんかそんな感じするんだけど。あ、これ多分、あれ、メタル、なんだっけ、メタルアルレシャ、これ多分乾燥してます、両方。うん、だね。めちゃめちゃ強い。めっちゃ強くない？だってこれさ、L 字消すだけでこの火力だよ。やばいよね。だって10コンボ強化もない。まあ、あれはあるけど、あの、ステータス補正のボイスはあるけど、だとしてもやばくね。めっちゃ強い。マジ強すぎ。ぶっ壊れですよ、こいつ。さあ、食らって、で、その、クジラの竜田揚げでね、ちょっともうちょっと話したいんだけど、この給食ってさ、あの、なんか安いのかな？ちょっとあんまり、あの、当たり前だけど、あの、僕が払ってたわけじゃないから、その、親が、あの、あ、もちろん、小学生なんでね、そんな小学生でバイトとか、そんなね、バイトリーダーみたいなことできないんで、あれ、なんか、払ってなかったからあれだけど、給食って安いのかな？なんかさ、めちゃめちゃ量少なくない？給食って。いや、マジ、給食量少なすぎて多分値段が安いんだろうね、一食の値段が。なんか、その、唐揚げとかもそうなんだけど、唐揚げってさ、給食絶対1個じゃない？あの、2個以上もらったことがね、絶対1個。あの、餃子とかも1個。いや、もう、やばいよね。あの、ちまちま、どんだけ分けて食わなあかんねん、みたいな。ね、あれ、全然、配分マジ気にしてないと。もう後半マジ地獄見るみたいな、そんな感じじゃないですか、給食って。うわー、これ L 字になってないけど、まあ大丈夫でしょ、いけるでしょ。いや、いけないような気がしてきた。あ、まず、まあ、これまずくね。いや、大丈夫かな。あ、これまずそう。あぶねー、ギリギリだったね、今マジ。あぶねー、ちょっと気をつけよう。で、ここに来まして、こいつ何吸収だ、こいつ何か吸収によってはこいつ使わざるを得んよ。あれ、交換だったっけ、こいつって。ただ、カリドラのやつ、HP 倍率がなくなったといえど、普通に攻撃手段が一緒なんで、これはこのまま突破しよっか。しかも4個の傘もあるから多分普通に倒せます。OK。で、ここでこう組んで。あ、いいんじゃないでしょうか。いやー、これちょっ、もうこの辺でいいか。OK、さあ、これ闇の L 字2つでいきます。うん。これグラエルブ多分乾燥するでしょ。ああ、いいね。あ、80億まではいかないと。さすがにね、そこまでは行かせていただけないみたいな、そんな感じか。なるほど、なるほど。あ、でも結構もう、順調よ。
めちゃめちゃ順調、順の超超順超超超超超。なんか僕のさ学校小学生のところってさ、なんか給食なんか1年に1回だったっけな、なんかあんまりちゃんとは覚えてないんだけど、なんか1年に1回ぐらいなんかベラボー激アツ給食デーみたいなやつあって、なんか普通給食ってあの教室で食べるじゃないですか。いや知らんけど、場所によって違うのかもしれんけど、いやなんか大体僕の学校はまあ教室で食べてたんですよ給食って。でなんか特別室みたいななんかあるんですよね。なんかそのお客さんを招き入れる部屋みたいな、なんかそういうのあるんですよ。なんか薬物乱用防止教室が開催されるためのこのなんか休校舎みたいな、なんかそういうところ、そういうところがあって、そこで給食が食べれる時あるんですよ。でその時はマジ激ヤバ給食で、何が激ヤバ給食かっていうと、あのバイキングになるんだよね。いやこうバイキングになる、これマジヤバくて、これバイキングのヤバさわかる、これ小学生においてのこうもね、あの唐揚げとかポテトがこう食い放題の、しかもこれ何やばいって、これねお母さんも来てくれるんだよね。これまあまあ家庭にもよるけど、お母さん呼んでいいのよこの給食に。で家族で食べるみたいな。いやもうお父さんも来てたっけ、ちょっとそこは忘れたけど、まあお姉ちゃんはさすがに来ないと、まあお姉ちゃんもね あんまり年変わらないかなみたいな感じだけど、あのさでもめっちゃやばいよね、あのそんな給食あってええんかいみたいな、もうマジうますぎ、マジもういくらでも食えるみたいな、もう無限に食ってた唐揚げとポテト、いやマジうますぎで、しかもハンバーグとかもあったりしてね、でもこんなもういくらでも食えます TV ですよ。いやマジうますぎ。オッケー、これ激減食らってこれ使えます。いやあれマジあれ最高だったな、あれがねマジで楽しかった。もうあれの楽しみにあの小学校生きてきたと言っても過言ではない。オッケー、これなんでん、これでいいでしょう。さあこれでぶっ倒させていただいて、オッケー、オッケーいいよ。でこれで突破させていただきます。いや、いいねやっぱこいつ火力出るのめちゃめちゃいいわ。もう L 字っていうのがいいよね、これ。 L 字1個消すだけでいいっていうこの安心感がすごい。でここはカリドラからのロイヤルノーチャンスでいいかな。オッケー、こいつ来てくれてマジありがたい。こいつじゃなかったら結構めんどくさかったのがあるね。オッケー、これ使って、オッケー、普通の盤面ぐらいまで光の数を減らさせていただきまして、でこうでいいかな。あぶね、オッケー。さあ全部 L 字含めてこれも突破できたでしょう。で次がボスだっけ。オッケー、さあボスまでやってきましたよと。いやもうこれ余裕だね、やっぱロイヤルノーチアスなんやかんや強いみたいな、というかダンジョンが弱いっていうね、そういう感じですよね。オッケー、さあこれ僕いつになったら百式やめるんだろうね。なんかそれな、なんかそろそろ千住とか行きたいんだけどね。なんかこのパーティーなんか ある程度弱いやつでもあのリーダーとかサブに入れて戦うってなったら百式になるんだよね、なんか僕の中で勝手に。でここはまあ普通に突破しよっか。オッケー、こんなんでいいんじゃないでしょうか。オッケー、であと一旦でこれ溜まっちゃうんだよね。だからワンパンしようかな。またこれワンパンさせていただこうかなと思います。オッケー、多分倒せると思います。ね、多分倒せますこれ。オッケー、じゃあワンパンしようかこいつ。だから前回の動画もワンパンしたけどね。昨日前回の動画何だったっけ？昨日の動画僕何あげたっけ？もう忘れたんだけど。ウルトラマンだったっけ？あ、ウルトラマン使ったような気がする。オッケー、これ使って。オッケー、でメタルアルレシャ。オッケー、でこいつ使う。ようやくメタルアルレシャーを使うときはやってきたと。でこれ使って、オッケー、でまたこれ使って上限解放してからのカリドラ、オッケー、これでもう勝ちよ。いやこれでもう勝ち、僕はパズルがめちゃめちゃうんこじゃない限りは勝ち。オッケー、さあここでうんこになることができるのかと。いやうんこになったらあかんねん。でまあこんなんでいいんじゃないでしょうか。全部の L 字含めてたら多分倒せると思います。なんかもうちょっとねうまい具合に組んでほしかったみたいなところあるけど、さあワンパチワンパチワンパチ、うわアルレシャ最強。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。